江美城は鳥取県日野郡甲府町にあった戦国時代の日本の城、江能城、江能用街とも記される甲府町指定史跡。江能城は大山の火山活動でできた火災流大地が日野川に接する絶情に突き出した断崖に築かれている。はっきりした追記年代は不明であるが、城石説明版によると1484年にこの地の国人、 八塚康坊主が築城し、四代にわたって居住したという。これに対して、近年の研究では発掘調査をもとにして、エミ城の北600メートルにある、銀岩段丸と呼ばれる山城が、戦国時代のエミ城で、今日知られる城は、吉川市時代の1591年頃の築城だとする説が出されている。その後1524年の天古の放棄信仰に、 伴って、天腰の支配下に入った。江ノ城のある一帯は、与那子と三正家国を結ぶ、水陸交通上の用地であり、長く、天腰と毛利氏による、争奪戦の舞台となった。八塚氏は、天腰に属し、よくこの城を守ったが、1564年8月8日に、毛利法の将、杉原森重の猛攻を受け、四代、八塚江門城は、 一族と共に自陣し落城する。以後、江野王城は、毛利氏の支配するところとなり、放棄を与えられた、吉川広家のもとで、近世城閣へと改造されて、慶長年間まで存続していたとみられる。なお、1617年に作成された吉川家の資料によれば、吉川家家臣の佐々木志郎太郎が常磐として置かれていたようである。 なお、木内の八幡丸には、吉川家の次の領主である中村氏によると見られる、改築の跡が見られ、一国一条例が出されるまで、城が存続していた可能性が高い。1979年に、歴史民族資料館として2層3階の模擬天守を建築。大仙3階が日野川に突き出した、飛行40メートルの大地上に、戦国期の遺構が残る。 本丸は現在は水田となっており形は崩れているが本丸の中心部に天守が存在したと見られる石垣が残る。1997年に行われた発掘調査の際、天守台付近から山陰では初めてとなる金箔シャチ瓦や霧波門の木瓦が出土した。この金箔シャチ瓦は毛利リ支配の頃のものと考えられるが江農場が 食法政権下にあっても重要活大規模な城として位置づけられていたことが判明した。西の丸は本丸西方直下にある。本丸と合わせて堀切りで隔てられており、三方が急峻な崖となっている。西の丸からは発掘調査によって建物礎石が発見された。西の丸入口には北方に土塁を配した一マスと呼ばれる珍しい遺構が残る。八幡丸は 西の丸の南方下段にある。ここには、江戸時代風の屋櫓を模した甲府町、歴史民俗資料館が建てられている。二の丸は、本丸の北方下、飛行25メートルの地点にある。三の丸は、二の丸のさらに下の段にある。本丸東方の大地とは掘り切りで遮断されているが、西方と比べると防備が手薄である。 この他に、江能城周辺の河川で隔絶された、大地城に、銀南殿、馬場、うさぎ丸、城の丸などの地名が残り、城閣軍が存在していたことを伺わせる。江能の,の集落には、城東屋敷、下、東屋敷、上西屋敷、中西屋敷、下西屋敷、寺前、宮の前などの小技が残り、城下町が存在していたことも伺わせる。AB 甲府町の町指定文化財、甲府町公式 HP、伊藤、西尾、2016年、P315P320 から321、伊藤、西尾、2016年、P321 から22、ありがとうございます。